女子 800m 競走の決勝が行われます。出場選手を連順にご紹介いたします。第1レーン中村ひとみさん成田高校。第2レーン今井咲さん千葉大クラブ。第3レーン青山由香さん市立船橋高校。第4レーン菊池陸さん順天堂大学。第5レーン川田美優さん小金高校。第6レーン八代菜々美さん船橋法典高校。第7レーン大沼積木さん沖ホールディングス。第8レーン石井理香さん市立船橋高校。以上8名の出場で女子 800m 競走決勝が行われます。本山さあスタートしました。女子 800m 競走決勝、高校生が5名、一般、クラブチーム、大学生それぞれ1名ずつ。さあ外側から入りましたのは石井さんです。市立船橋高校。そして大沼さん沖ホールディングス。順天堂大学の菊池さん。先頭は石井さん市立船橋高校3年生。400メートルです。1分7秒、400メートルは1分7秒、ちょっとスローペースでありますが。さあ出ました、菊池さん順天堂大学市立船橋高校 OG。 高校時代は日本ジュニアで2分9秒27という記録を出しています。県高校総体でも優勝しました順天堂大学菊池さん、今年の関東インカレ第6位。さあ船橋法典の八代さんが出ました。さあ県高校総体6位でありました。さあ先頭は八代さん船橋法典高校2年生。さあそしてやはり大学生強い菊池さん、そして川田さん小金高校。さあ最後の直線だ。先頭菊池さん順天堂大学、そして川田さん。さあ優勝は菊池陸さん順天堂大学2分13秒台、そして川田さん八代さんと入りました。決勝走った初めにどうぞ大きな拍手をお願いいたします。やはり大学生、経験豊富なところが差が出た模様でありますが、菊池陸さん順天堂大学速報が出ました。2分13秒60でありました。女子 800m 競走決勝でした。
競技A ゾーンでは男子10種競技の9種目目やり投げ競技が開始されました。男子10種競技やり投げ試技順1番の川畑くん、大きな投擲です。千葉商科大学の川畑くん、1投目の記録は 58m23、 この得点は711点です。